俺ね、あのフェイスブックでね、ぼちぼちその時が来た。女作りますわ。要するがな、これでおばちゃん引っ掛けて、エッチはもちろんやけど、いろんなこと覚えさせて、で、道具使うて、それと何やったかな。それと、クレジットとかね、現金、例えば、まあ、100万ぐらいやって、クレジットを5万円やるとか。ほいでね、俺、ふと思いますわ。昨日ね、12時頃までいろんなしてね、で、エロビデオ朝まで見たんですわ。まあ、それ事情は出せまで見とったけど、何やったかな。いろいろこのパソコンの作業とかね、意外とこう頭疲れますわ。ほいで今日ね、家でやってもいいけど、そういうわけは人間いかないよな。俺はね、だからこう外出ちゃ中入りね、家でね、そんな4、5日も6日もやるの大変ですわ。昨日思いましたわ。片や弁護士が行って、片や季節労働者の腰の曲がったの行ってね、人生は大変ですね。俺、ああいうの戦車思い出してね。117で国道があるんですよ、117。わしのナンバー1029ね。この思い出やねえの。これはこれ思い出すんですよ。面白いよ。あれは不要品回収。あれなんかな。そんな話はどう？まあだから、Facebook で、彼女を募集じゃないけど、おばちゃん引っ掛ける。今日の場で。以上。